はい、えー、今回の YouTuber 紹介のーテーマというかね、人物は三崎ゆうさんです。いわゆる青汁王子さんですよね。で、多くの方が誤解されてると思いますけども、この青汁王子さんは若くして巨万の富を得ました。やっぱりね、数百億っていう金額を叩き出して、その結果、いろいろと目をつけられて国税にやられてしまうんですけども、でもね、商売のセンスむちゃくちゃ高いんですよ。で、今三崎ゆうさん、いろんな YouTuber さんとしていろんな活動されてますけども、じゃあこれがね、本当に、 ノリや顔の良さとか話の上手さで売れてるのかってそうではないんですよ。根本的な分析力がきちんとあって経営のノウハウをしっかりと頭に詰め込んでるからなんですよね。で、私もこの三崎勇太さんの動画っていうのは2種類に分かれてて、一つはエンターテインメントとして三崎勇太さんがいろんなことにチャレンジしたりとか自分ってものを知ってもらうための動画。もう一つは真面目にですね、一つのことについて徹底的に語り尽くすやつです。人気があるのは もちろんエンターテインメントの方なんですよ。でもそれに認識された人が、私みたいにね、お、ミサキタさんって結構面白いこといろいろやってるなって、本当はどんなことやってるのかなと思って一歩中に入ると、まあ難しい経営のこととかやってるんですよ。でもそこに肝心なのは、商品どうやって作るのと集客どうやってするのそして販売はどういうふうにするのとこの三つなんですよ。結局、私と同じことをやってるんですよね。そのレベルが違うだけなんですよ。 で、私は会社を抱えたりとか、たくさんの工場や商品を持ってるわけではないんで、たった一つ、たった一個の家族を養っていけばいいっていうレベルなんで、そんなに難しいことやらなくて済むんですよ。ところがですね。 ミサキユタさんぐらいの規模になると、もっともっと難しいことやって、もっともっとレベルの高いことをやるんですが、ただ、ミサキユタさんのこの動画を見ながらね、本当に肝心なことだけをちょびっと抑えるだけで、当然ですけども売り上げが伸びていきますし、商品作りも上手になってくると。そして多くの人に認識させるような、この拡散力も出てくるんですよね。で、結局この動画をご覧の皆様、YouTube をいろいろとね、えー、商品販売に使っていこうとか、それから速可塾に参加の方っていうのは、自分の収入を上げたいと思ってるわけなんですよね。 自分の収入を月に3万でも5万でも10万でも上げたいと思ってると思うんですよ。じゃあ3万上げるレベルのことをやりましょう。5万上げるレベルのことをやりましょう。月収100万取りたいんだったら100万のレベルのことをやりましょうって言ってあげるだけでそのね度合いが違うだけで結局はどのクオリティの集客を目指すのかどのクオリティの商品を作るのかどのクオリティの販売をするのかこの3つしかやってないんですよ。三崎雄太さんも同じです。 今回動画概要欄に、三崎ゆうトさんの本当のコンサルがそのまま動画になってるのがね、ノンストップで忖度なしについてますんで、一部不正事ですけども、これすごくね、あの、勉強になるというか、今までの三崎ゆさんの動画を見た一番の,あの最高の作品だと思いますんで、あの、貼り付けときますんでね、商品売りたい方は、もうちょっと30分くらいあったのかな。 3 0分、33分の動画ですけど、見ていただければと思います。私もね、三崎ゆうたさんの何気ない動画の一言から、これがヒントになるなっていうのを抜き出しながら皆さんにもお伝えしているところがあるんですが、そういうふうなね、いわゆる受信力っていうの、売り上げを置くっていう金額で一人で作っていない方には、そこまでの受信力や咀嚼力がもしかしたらないかもしれませんので、今回の動画概要欄についてる動画っていうのは全部ストレートに出てますんでね、あ、なるほど。だから売れないんだ。だからダメになる会社があるんだ。 コストをかける、商品がいい、それだけじゃダメなんだってことが分かると思います。もう一回言いますけども、集客力、商品力、販売力、この三つが足になって、その上に売り上げってのが立つんですよね。だからこの三つがですね、しっかりと整っていなければ、やっぱりいくらあの YouTube を使ったところで、いくらね、ネットビジネスを学んだところで、それは売れないですよってことなんですよ。 まあそういうところをしっかりとそのリアルなビジネスからネットに持ってくるってことに成功したミサキュータさんの動画を見ていただきたいと思います。もう激推して私、ミサキューさんね、いろんなことにチャレンジしてるところも好きなんですけども、実はこのしっかりとした経営のノウハウがあるってことが最高に私はこの方のクオリティだと思いますね。ミサキューさんって若いのに、 だからね、もう逆に言うとですね私みたいな50代の人間がその30になったばかりの青年とかに襲わらないといけないこの手いたらくっていうのも同時に感じてるんですよでもやっぱりその手いたらくとは言っても できる人に学ぶっていう意味では別に自分の年上からしか学べないってことではなくて逆にですね年上の人から学ぶよりも新しい感覚を持った僕らにはないような能力を若くして成功した人から学ぶことの方が多いと思いますんで時間をかけて50代60代で成功するのはこれは当たり前なんですよでも20代で成功するその密度に対してどのように私たちが受け取っていけるかこれについて三崎ゆさんの動画を今回は激推しして紹介したいと思いますんで動画概要欄からご覧くださいそれではまたよろしくお願いします